はい、皆さんこんにちは、フラワーディストシンです。今日はね、ちょっと害虫駆除シリーズで蚊の対策についてね、お話をしたいと思います。はい、今コロナウイルスでたくさんの方がね、世界中でお亡くなりになっていますが、蚊の運んでくる感染症でも毎年100万人の方がお亡くなりになっているのをご存知でしょうか。マラリアとかデング熱などをこう主とする感染症がね、蚊がこう運んでくる感染症があるんですけれども、日本でもね、近年デング熱やジカ熱などの感染者が出ていますが、要注意なのが日本脳炎です。こちらね、蚊が運ぶウイルスで感染し発症すると致死率 40% にもなる大変怖い病気です。なのでこの動画をね、最後まで見て蚊対策をしっかりしてください。はい、でね、同じ場所に行って蚊に刺される人と蚊に刺されない人がいるのを皆さん経験してると思います。あれはね、なぜ蚊に刺されやすい人と蚊に刺されにくい人がいるんでしょうかね。まあ、そのあたりでいろんな言われがありますけれども、ここではね、確実に結果が出てる言われを皆さんにお伝えしていきたいと思います。まず、黒い洋服っていうのはやはりね、蚊が寄ってきやすいらしいんですよね。なので、黒い洋服着てると蚊が寄ってきて刺されやすくなるというのは、これは間違いではないらしいです。次に、体温が高い人が刺されやすいっていうのがありますが、まあ、あれもね、やはり体温が高い人の方が蚊は感知しやすくなるので、体温が高い人、例えば妊婦さんとか小さいお子さんとか、あと飲酒してる方っていうのは、まあ、お酒の匂いというよりは体温が高くなるから刺されやすくなるっていうのが、検証結果です。あと、人間が吐く二酸化炭素に蚊が寄ってくるっていうのは、まあ、これはね、蚊の特性ではあるんですけれども、ただ、まあ、二酸化炭素をね、吐くのはみんなね、同じようにこう人間は吐いてるわけですから、まあ、それによってこう人がいる場所に、ね、蚊が寄ってくるんですけれども、その刺される刺されにくいの差にはそこはならないと思います。でね、まあ、この洋服とか体温とかね、いろいろとありましたけれども、決定的に刺されやすい人刺されにくい人の結果っていうのは実は出てるんです。それは足のね、常在菌の数なんです。足のね、常在菌の数が、種類がね、多い人ほど蚊はね、寄ってきて蚊に刺されやすいというね、結果が出てます。まあね、こういう話を聞くと、じゃあね、足の臭い人が刺されやすいんじゃないかっていうふうに勘違いされる人が多いんですけれども、このね、常在菌の数と足の臭さっていうのは全然関係ありませんので、足が臭い人が蚊に刺されるわけではないんです。でね、この足の常在菌が多いと蚊に刺されやすいっていうね、結果が出てますけれども、じゃあ自分の足にどれだけの常在菌がいるのかなんていうのはわからないんですよね。なので、まあ、これはね、もうね、刺されやすい人も刺されにくい人も皆がね、やってほしいことなんですけれども、まあ、足の裏をアルコール消毒する、足首はね、アルコール消毒するだけでもうね、ほとんど蚊に刺されにくくなります。で、これのね、効果はだいたい数時間、続くんですけれども、僕ちょっとね、試してみたんですけど、まあ、アルコール消毒もそうなんですけど、シーブリーズなんかでも足をね、こう拭いておくと本当蚊に刺されにくくなります。なので、まあ、シーブリーズとかだったらね、こう常にね、持ち運びできるじゃないですか。だから、まあ、例えばで、また香りもね、いいですし、気持ちもいいですし、夏暑い時とかは。だから、まあ、数時間ごとにね、こうちょっと足をシーブリーズで拭いてあげるっていうのは、ちょっとベストな方法なんではないかなと思います。あとね、コンビニエンスストア行くとよく蚊を拭くアルコールティッシュみたいなのを売ってるじゃないですか。まあ、ああいうのでね、足をね、こう数時間ごとにこまめに拭いてあげると蚊に刺されにくくなります。あとね、蚊がいる、確実にいる場所ってありますよね。そこ行くときは必ずそのね、足を拭いてから行くっていうのは蚊に刺されにくくなりますので、ぜひね、皆さんもそれをやってからそういう場所には行くようにしてみてください。
まあね、シーブリーズなんかだったらね、こうティッシュにね含ませて足を拭けば、まあ、もうほんとこうティッシュ1枚で蚊に刺されなくなるっていうね、こう魔法のような方法ですよね。あと、あのちょっとね、蚊よけのスプレーなんかも多分併用していくと良いと思うんですが、まあ、その蚊よけのスプレーについて少しね、ここでお話をしておきたいと思います。蚊よけ剤には、まあ、大きく分けて3つ種類があって、例えば蚊の嫌がる匂いっていうかね、香りをスプレーするもの、それから蚊をね殺虫するもの、それから蚊に自分が見つからなくなるもの、この3つなんです。まず蚊の嫌がる香りっていうのは、ハッカ油とかユーカリ、レモングラスなどのハーブ系のスプレーですね、は蚊が嫌がるので、まあ、それをね撒いておくと、こう蚊が寄ってきにくくなるっていう効果があります。はい、次にねちょっと気をつけなければいけないのが、この2番目に言った殺虫のところと3番目に言った目隠しのところですね。ここねちょっと混同すると危険なことがあるので、皆さんちょっとお話を聞いてください。よくこう体にかけるスプレーあるじゃないですか、蚊よけの、まあ、あれって洋服にかけるスプレーと、ね、地肌に塗るスプレーとあるの知ってますか。あれね、間違えるとすごく大変なんです。あのね、洋服にかけるスプレーのタイプはほぼ殺虫の成分が入ってきます。そして体に塗るものに関しては目隠しの成分が入ってきます。でね、目隠しの成分っていうのはもうほとんど D とかイカリジンっていうもので、それをね肌に塗ることによって蚊がね人間がいるよっていうのを分からなくしてしまうんです。ただ塗り残しがあると、要は透明人間になったけどちょっとだけ見えてるよみたいな感じになってしまって、そこに集中的に刺されてしまうんですね。だからまあ塗るときはもう出てる肌の部分は全部塗らないと、露出してる部分は刺されます。なので、まあ、ディートとかイカリジンの場合はそのようにこうまんべんなくね塗る必要がありますが、効果は長く続きます。次に殺虫成分の方ですね。殺虫成分の場合は、まずですね、成分はねピレスロイド、それからトランスフルトリン、これを代表に今ここにねダーッと挙げますけど、ここにあるやつが大体殺虫成分と言われているものなんです。たくさんあります。これに関しては肌に直接かけたりはしてはいけません。なので衣服にかけるといったら必ず衣服にかけてください。あとこの殺虫成分ってもちろん蚊だけではなく、いろんな昆虫または魚類なんかにもね効いてしまうことがあるので、もうこれを吹きかけるときは、例えばお家でね昆虫を飼ってらっしゃる方なんかはそのそばではかけない、あとね水槽のそばとかでもかけない、それをね守らないと、もしかすると飼ってるね昆虫とか、お魚とかのねが死んでしまう可能性もありますので、そこは注意してください。はい、ということで、まあ、とにかく足をねアルコール消毒してあげると、もう3分の1ぐらいまで蚊に刺されにくくなるらしいです。それプラス今言ったこういうね蚊よけのスプレーをしていけば、もうほぼ 100% 蚊には刺されなくなりますので、まあそのような防御をして、まあ外に出るときはお出かけください。でね、蚊の一番こう動きやすい温度っていうのは25度から30度ぐらいなんですね。なので真夏の一番暑いときというよりは、まあ真夏の一番暑いときは朝晩ね。でよくねこう初夏とか、あとはね秋に蚊に刺される人いっぱいいるじゃないですか。あれっていうのはもう温度が下がってきて蚊がね一日中こう活動できるようになるので、一日中刺されるようになってしまうんですね。なのでもうこれからね、まあずっと秋まで蚊対策というのは随分長いことを続くと思いますが、まあね、ぜひね感染症なんかを運んでくることもありますので、しっかりとしてお出かけください。まあ、あとね前回出しました、メダカちゃんのボウフラの動画もありますけれども、まあ、そうやってね
要するにご近所とか家の周りに水を溜めてる場所がある場合は、まあ、そういうメダカを、メダカを入れて食物連鎖を作って、もう蚊をそもそもボウフラからね駆除してしまうなんていう方法もありますので、ぜひねそういうものを全部総称して、駆除していってください。まあ、あとはねやっぱりこう木がね、うっそうと生えてるよりは、ちゃんとこう手入れがされてる方が蚊は発生しにくくなりますので、まあ、庭木の手入れをねしていくなんていうのももちろん蚊対策にはなりますので、まあ、そのあたりも含めて、みんなでねしっかりとやっていけばきっとね、100% 刺されないことになっていきますので、ぜひそのように対策をしていってください。はい、ではね今日はこちらでこの動画を終わりにしたいと思います。この動画がいいねと思った方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。あとねチャンネル登録してくださる方がどんどん増えてとても励みになっております。なのでこれからもね有益な情報をどんどん上げていきますのでぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ではまた皆さん次回お会いしましょう。 See you next time. ありがとうございました。